2023年4月14日、ウクライナ国家安全保障国防会議書記のオレクシー・ダニロフ氏は、2014年にロシアが一方的に併合して実効支配下にあるクリミア半島において頻発している爆発について、ウクライナのウクロボロンプロムウクライナ防衛産業隊は新型兵器の開発やテストに従事しており、それらの兵器のテストは我々の領土で実施されるため、新型兵器のテストがクリミアで実施されているとしても何ら不思議ではなく否定できないとしたよ。その上で、クリミア半島に駐留しているロシア軍がウクライナ軍の反攻作戦を警戒して、防御陣地を構築しようと塹壕を掘っていることについて、彼らは私の発言を信じるべきで、彼らがどれほど塹壕を掘ったとしても我が軍の攻撃で絶対に助からないと述べたぜ。攻撃力に絶対の自信があるんだろうね。できれば降伏してくれて、犠牲を出さずに勝ちたいんだろうけど。さて今回はそんなクリミア半島で発生している爆発について詳しく解説していくよ。それじゃあ行ってみよう。ゆっくりしていってね。またダニロフ書記は、クリミア半島を奪還するため、国際法で禁じられていないあらゆる兵器の試験や使用を行うとの考えを示して、ウクライナ軍がクリミア半島を直接攻撃可能な長射程兵器の開発を進めていて、それが実用段階となっていることをほのめかして、ウクライナ軍がクリミア半島にあるロシア軍の基地や施設、あるいはロシア本土からの補給路として重要なクリミア大橋を破壊することが可能であることを示唆しているみたい。クリミア半島でロシア軍の基地や施設で発生している爆発については、ウクライナ特殊部隊などによる爆破やドローン攻撃やあるいは現地住民のパルチザン活動などの可能性を指摘する声があるものの、それら爆発の中にはミサイルなどによる攻撃としなければ説明のつかないものもあり、ウクライナ軍の秘密兵器である可能性が囁かれていたよな。そして、今回のダニロフ書記の発言は、ウクライナ防衛産業協会のイワン・ビンニク会長が2022年5月にビルカエムが初めて戦闘で使用され、射程を 150km まで延長した改良型の開発作業も進行中だとした上で、使用する前のテストは行われず、いきなり実戦で試すだろうと発言していたことと合わせて、ウクライナ軍が何らかの長射程の攻撃兵器を隠し持っていることを示唆するものとして注目されているぜ。これまでに出ているウクライナ軍の長射程攻撃兵器についての情報をまとめると、その可能性がある兵器が6つ存在するんだ。まず一つは防衛産業協会のビニンク会長が語ったビルカエムの改良型で射程 150km とされるロケット弾で、これはウクライナ軍も運用している旧ソ連製の多連装ロケット砲システムマース BM30 スメルチから発射することが可能で、GPS 以外の誘導方式を採用していることから GPS が妨害された状況下でも誘導が可能なんだって。二つ目は、ウクライナ軍が侵略を受ける以前から開発を進めていた短距離弾道ミサイルグロムにフリム2で、2023年3月23日にロシア国防省がロシア国内に飛来したが撃墜したと発表したことで、ウクライナが開発に成功している可能性が示唆されているよ。ウクライナでは1991年に旧ソ連が崩壊した後、旧ソ連がウクライナ国内に配備していた核兵器を放棄した際に核弾頭を搭載可能な、大陸間弾道ミサイル ICBM も放棄したため、保有している弾道ミサイルは射程 120km の OTR-21 トーチカ U だけとなっていたよね。そうだな。やがてトーチカ U の老朽化が進んでも近代化改修のために必要なノウハウとパーツなどはロシアの軍需産業から提供してもらうことができず、国家安全保障国防会議が2006年、トーチカ U よりも優れたミサイルシステムの国内開発することを決定したぜ。その後2016年にはサウジアラビアから4000万ドル約54億円の研究開発費を提供され共同開発を実施することとなり、2019年4月に2発のフリム2が完成したことが報じられ、その後はウクライナとサウジアラビアそれぞれが1発ずつを保有してテストをすることになっていたのであるが、2022年2月24日にロシアによるウクライナ侵略が始まったことで開発情報が途絶えており、実戦配備までには至っていないのではないかと見られていたな。フリムには射程距離が 500km 以上とされているため、
現在ヘルソン州でウクライナ軍が奪還している地域から発射してクリミア大橋を破壊することが可能であり、もしウクライナ軍が多数保有していてそれらによる飽和攻撃を実施したならば、ロシア軍がクリミア半島の防空体制を固めていたとしても破壊することが可能と見られているね。もしロシア国防省の発表通りに撃墜されたミサイルが本当にフリム2であるならば、実戦においてテストを兼ねて発射したとも考えられ、ビンニク会長の発言を裏付けるものとして注目されているみたい。三つ目に考えられるのは、2022年4月に黒海上でロシア海軍黒海艦隊の旗艦であった、スラバ級ミサイル巡洋艦モスクワを攻撃して撃沈したとされている。ウクライナが独自に開発した射程 300km の地対艦巡航ミサイルネプチューンの対地攻撃型への改修が完成した可能性で、射程 300km ならばヘルソン州の州都ヘルソン市周辺からでもクリミア半島が射程内に入り、ドニプロ川を溶かしてノバカホフカまで進出すればクリミア大橋も射程に入るため、実用化に成功していればロシア軍にとって脅威となる可能性があるよ。四つ目としては、防衛産業企業ウクロボロンプロムが昨年10月17日に、最大 1000km の作動範囲と 75kg の弾頭重量を持つ無人航空機の開発がほぼ完了したと発表した UAV ドローンで、詳細は不明で実用化されているかどうかもわからないが、ウクライナは旧ソ連製のツポレフ141ストリーフというジェットエンジンによって飛行する。航続距離 1000km の偵察用ドローンを運用しており、2023年3月29日にクリミア半島中部のシンフェロポリシ付近にあるロシア軍航空基地付近で爆発が発生した際に、ロシア側のクリミア共和国のセルゲイ・アクショノフ首長がロシア軍がウクライナ軍のドローンを撃墜したと、発表するなど爆薬を搭載した自爆攻撃型ドローンとして運用しているね。このストリーシュと別のドローンを開発したのか、あるいはストリーシュを指しているのかは不明だが、ウクライナ軍が長距離を飛行して攻撃するドローンを保有していることは間違いないと見られているぜ。長距離飛行が可能なドローンといえば、イギリスが極秘プログラムによって開発された、長距離飛行が可能な自爆型無人機をウクライナに送る可能性があると報じられ、5つ目の秘密兵器と言えるよね。この極秘プログラムについては詳細が明かされていないけど、3D プリンターを活用して製作された垂直離着陸タイプの無人機やデルタ翼の自爆型無人機が含まれていると、アメリカのメディアが伝えており、イギリス政府もまたイギリスがウクライナに提供する長距離攻撃兵器を使用すれば、ロシア軍のインフラ攻撃能力を混乱させ、前線にかかる圧力を緩和するのに役立つと述べているよ。最後の6番目は、アメリカが提供を約束した高機動ロケット砲システムハイマースから、発射可能な射程 150km の GLSDB グラウンドローンチとスモールダイアメターボム地上発射型小直径爆弾で、弾頭に GBU-39SDB 小直径爆弾という航空機用の GPS 誘導滑空爆弾を使用し、ハイマースや M207 などのマース用の M26 ロケット弾のロケット推進ブースターを組み合わせたロケット弾だね。ただし、この GLSDB は現時点ではまだアメリカ軍でも配備されていないために在庫がなく、弾頭の GBU-39SDB の製造元のアメリカのボーイング社と、ロケットブースターとの接続を担当しているスウェーデンのサーブ社の連携が必要とされているぜ。GLSDB の製造は順調で4月にはアメリカ軍の見込みとされているけど、現在ウクライナに供与されているハイマースや M270 には GLSDB を発射可能とする改修を加える必要があり、それらが完了するのは秋頃になるとされているみたい。ウクライナ軍がこれらの長射程兵器をすでに運用しているのかどうかの確証はないけど、反転攻勢作戦の成否はこれらが戦力となるかどうかが大きいよね。それじゃあ今回はこの辺で、よかったら、チャンネル登録してね。